What lies behind the door, we do not know, but we shall venture forth into the great beyond. さて、と、あれ、そろそろ行くか。え、行くってどこに？軍の司令部だよ。大佐に呼ばれてるんだ。全部終わったらちゃんと報告しに来いってさ。ねえ、じゃあ私も連れてってよ。もう私留守番するのうんざりしてるんだから。私も行きたいな。大佐さんにはお世話になったから、一言お礼を言っておきたいの。そうだな。よし、じゃあみんなで行くか。あれ、ノルンはどこ？姿が見えないよ。さっきまでその辺にいたんだけど。外に遊びに行ったんじゃねえか。ま、戦いも終わったし大丈夫だろ。お前のせいでヴィーナス様が。エド、エド、しっかりして。兄さん、兄さん、ダメ、死んじゃダメ。エド、兄さん、しっかりして。兄さん、兄さん、エド。エド、私、みんなに会えてよかった。父さんが死んで私ずっと一人だった。一人ぼっちで寂しかった。だけど今は違う。今の私にはみんながいる。エドからはいろんなものをもらったね。中でも一番嬉しかったのはね、それは友達って言ってくれたエドのあの一言だったんだよ。忘れないよ、みんなのこと。ソフィー、エド、約束して。私たちずっと友達だよね。ソフィー、ソフィー。兄さん、あれ、ソフィーは、ソフィーはどうなって、ソフィー、ソフィー、おい、ソフィー、ソフィー、ソフィー。
ソメ！アル、まさか。バカ野郎！どうしてだ？どうしてこんな。久しぶりだな、鋼の錬金術師君。キング・ブラッドレー大総統、どうしてここに？うん、北方の武装集団が無事鎮圧されたと報告を受けてな、視察に来たのだよ。そうそう、君たちのことも聞いたよ。今回も活躍だったようだな。いや、結構結構。ところで、君はベルザの一族と称する奴らの不思議な力のこと、何か知っていないかね？別に何も。そうか、それは残念だ。奴らの力の秘密が分かれば、国家錬金術師に次ぐ新たな軍の力になるかもしれん。クレイギン中将にその秘密を手に入れるよう命じていたのだが、収穫はなかったようだな。なんだと、今なんて言った？ん？どうかしたかね？あんたがベルザの一族を攻撃するよう命じたのか？秘密を手に入れるために。だとしたら何かね？どちらにせよ、危険な力を持つ武装集団、早めに潰しておくべきだったからな。あんたが余計なことをしなけりゃ、戦いは避けられた。ソフィーもあんなことにはならなかったはずだ。キングブラッドレイ！妙なことは考えの方が良いぞ、鋼の錬金術師君。うるせえ！Uh-oh, uh-oh, 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 switch, now, bye!